ちは。こんにちは、さゆたかさん、はい、改めて、はい、今年の日本一は横浜、はい、DeNA ベイスターズだったということで、はいはい、まあ、よく頑張ったなあ。まあ、下克上というふうに言われてますけれども、はい、まあ、あのクライマックスシリーズをファーストステージから勝ち進んできて、で阪神、巨人、そして最後は、まあ、圧倒的な王者強さと言われたソフトバンクと戦って4勝2敗、はい、でファンもまだまだ興奮冷めやらぬというか、あの毎日一人祝勝会やってますというファンも多くてですね、はいはい、やっぱり26年ぶりに、うん、強くなったな、まあ、豊さんはその太陽ホエールズ、太陽から DeNA に変わった、はい、あの、まあ、太陽ホエールズっていうかベイスターズに変わって、はい、で DeNA に変わったという、はい、で DeNA に変わった時に、うん、まあ、中瀬さん、はい、中田監督が誕生し、うん、まあ、ヘッドコーチを要請されたと、はい、それも12月やったからなギリギリというか、もうギリギリやったからだってもう2月からキャンプインで12月って、うん、まあ、そうだね、だから秋季キャンプも見てないわけですよね。いや見てない見てない、そうですよね、だほとんどの、まあ、選手はある程度は知ってたけども、うん、まあ、どんな感じで戦ったのかっていうのはもう分からなくて、うん、はい、まあ、弱いよね。その就任というか、そのオファー受けた時も、その時の順位もやっぱりあの横浜って、いやもう下位だよね、下位だったんですね。もちろんもちろん、もう下位も下位もいいとこだよ、下位も下位も、いやいや、まあそれで、まあ、長谷さんとね、はい、まあ、コーチを選ばなきゃいけないという、うん、もうそっから組閣だからさ、うん、覚えてます豊さん、私電話かかってきたの豊さんから、なんて、あのお前デニーの電話番号知ってるかって言って、あデニーか、あーそうか、ああと思って、あ知ってますよ、あの野球好きニュースで一緒だったんで、あそうそうそう、あ知ってます、いやちょっとあの連絡取りたいんだって、あそういうことかと思って、あ分かりました、じゃあちょっとデニーさんにすぐ言います、そうそうそう、ねえでデニーをコーチにしようピッチングコーチ、まあまあそういうので、まあ組閣をしていって、はい、まあ、ちょっと残ってる人間もいたけども、うん、まあ、それで組閣して、はい、いやそれで、まあ、キャンプをスタートし、うん、ね、キャンプどうでした、まず見ていて、あのと気は、いややっぱぬるま湯だなっていうような感じはしたよね。それピッチャーもバッターももう全てにおいてだよ。あの時にいた選手は今の選手たちだとまず誰がいます？だから桑原が入ってきて、はい、まあ、筒香がいて、うんうんうん、で宮崎入ってきて、はい、みたいな感じだね。あとで三浦が、はい、あ大輔が選手でっていう、いた。あとは他にはどういった選手たちが、その当時、まあ、当時は石川とか梶谷とか、はい、うん、あ荒波とか、はいはいはい、まあ、藤田とか、はい、まあ、藤田は途中でトレードとかで出ていくんだけどもね、うん、とかいたの。ピッチャーで言うと、まあ、キャッチャーは鷹匠が入ってきて、はい、で黒羽がいてみたいな、うんうんうん、まあ、そんな感じでいたけどね、はい、うん、まあ、ベテランでは鶴岡っていうのがいた。ああそうですね、うん、鶴岡さん、そうだね、まあ、そういった面々が、はい、で中村のりとかも、はい、ブランコ、うんうん、とか、はい、いましたね、いましたね、いましたね。そうか、ピッチャーは、うん、あ三浦監督はもう晩年というか、まあ、晩年だけども、うん、まあまあ、まだ投げれるというような状態で、うんうんうん、いてもらわなきゃ困るねっていうような話をしてたのね、はい、キャンプやっても弱いわけよ、うん、選手も技術的にも低いし、レベルがすごく低いし、はい、やっぱこう思考という面に関しても、うん、だからちょっとレベルが低いなっていう、うん、まあ、そういう感じの選手が多くてね、はい、まあ、教えられてないなっていうような、うん、まあ、感覚だったんだよね。いやそれで、うん、オープン戦ソフトバンク、うん、ドームだよね、はい、福岡の、うんうん、カブレラが打ち出したんだよ最後に、はい、だからカブレラが19本、もう忘れもしないけどさ、うん、19本放り込んだんだよ、え一人でフリーバッティングでね、フリーバッティング、あ、まあ、フリーバッティングだから、はい、で我々のフリーバッティングが終わった、はい、だから監督がさ、中畑監督が豊、うん、かお前見てたフリーバッティングって、いや僕やることありましたからみたいな、いろいろこうあちこちやってて、中畑監督はゲージの人でずっとバッティングを見てたのね、はい、お前カブレラ何本打ったかしてるかって言うから、うん、いや何本っすかって言ったら19本打ったんだと一人で、はい、うん、うちのチーム 全体で何本打ったか知ってるかって、十、うん、何本だぞって、カブレラ一人に負けてるぞって、古いバッティングですら負けてるぞって、うんうん、
これお前相当やらなきゃいかんぞ豊かって言われて、はい、もうまだ開幕前だよ。で今年そのソフトバンクとね、はい、まあ、戦って勝つわけだけども、うん、でも監督も言ってたけども、やっぱこういうチームを作りたいなって、もうね歯が立たないんだ全く、うん、今当時の DeNA じゃもう塁に出たら走られる、はい、走って送られて外野フライで1点とか、うん、2アウトからでも長打2本で1点とか、はい、点が欲しい時にホームランで点取られるとか、うん、まあやっぱ強いなと思いながら、監督が本当にゲーム終わってミーティングの時にしみじみ、うん、いやああいうチームを作りたいなっていうような話をパロッとするんだよね、うん、いや監督作りましょうよとか言って、うん、だからもう相当キャンプの時やらせなきゃいかんですねっていうところから始まったんだよね、はい、で、まあ、今年 MVP を取った桑原、はい、まあ、1年目でいたんだけど、うん、でもう野球漬けだよな、晩飯食った後あの屋上でホテルの、はい、スイングが始まるんだよ、ホテルの屋上で、屋上で、はい、高城と2人ルーキーだったんだけど、うん、全くなわけ連れてきたけども、はい、でお前たちはね、うん、そのバッティングちょっとお前たちがどういう風に感じてるかバッティング話せって、うん、やっぱ理論がないと絶対到達できないからって、はい、言えって言ったら、うん、全く何にもないわけよ、あ理論が、理論が、じゃあ分かったと、モノマネから入ろうと、うんうん、で憧れる選手のモノマネを1日やるから明日作ってこいと、はい、うん、分かりましたとか言って、まあ可愛かったんだあいつら、そうなんですかね、いやそれで次の日屋上に上がってきて、うん、じゃあ誰のマネか聞かないと、うん、それはモノマネだから俺が分からない、分かる選手だろって言ったら、はい、それはそうだと、はい、ね、じゃあやってみろって全くわからない誰だかお前ら下手くそすぎるわっていうところからのスタートなんだ、そっからだったんですね、いやそれでどんなにきつい練習が終わっても全員集めて 3000m 走するわけよ、うん、もう奄美大島で、でその距離があるわけね、はい、何週間って、桑原が一日たりともトップ譲らずに帰ってきたよ、はい、ああこの子は根性ある子やなって、負けず嫌いなんやろうなと思ってて、うん、まあこういう気持ちがないとダメだよなと思いながらずっと見てたんだよね、はい、まあ、そしたら今年 MVP じゃない、そうですよ、でもなんていうの、そういう負けず嫌いが強さ、うん、彼の強さを感じたな、豊さん、その2012年13年コーチされてて、桑原選手はその2年間で何か変人見せたりとか、その何にもない何やってんのみたいな、まだまだ解説だってお前セカンド守ってお前大丈夫かって言ったらトンネルしてお前どうなってんだよみたいな、あセカンドだったんですね、内野手だった、今はもう素晴らしいセンターの守備見せてくれますけど、でも監督はね大変だったのが、うん、やっぱ DeNA って野球の世界というのは全く無知だったんだよね、うん、そしたらもうなんか関係者は開幕の時にジーパンで来るしさ、うん、一応ジャケットは着てんだみたいな、俺ジーパンでしょ監督って言ったら、うん、おちょっと待って俺言ってくるわって、もうそっからの、もうそっからもうやっぱ野球、やっぱ歴史がある野球と、うん、はい、やっぱ IT というね、新しい、ね、あのだからその新しい世界ではそれが普通なんだろうけども、うん、野球界では通常しないからさ、うん、だからそういうこともこう言ったりとか、最初そうだったんですね、だから監督は大変だったと思うよ、あ中田さんは、うん、で筒子、はい、まあ、この日本シリーズは活躍したけども、うん、こう100、200、300、400ってあるんだよ、うんうんうん、はい、それが1セットなんだよ、はい、それを5セットぐらいするわけよ、おめちゃくちゃきついんだよ、はい、で筒香が3セット目ぐらいに全身痙攣で、え全身全身つったんだ、いやそれでお前ゴー大丈夫かって、いや大丈夫ですと、いや大丈夫じゃねえだろ全身つっててって、ちょっと休めって休まして、うん、でやっぱ心配だからさ、はい、もうゴー休めと、で全員が終わったんだよ、もう休めと、もう今日はいいと、そしたら嫌だった、うん、やりますと、で最後までそのメニューをこなして上がっていったよ、ああこの子も根性あるなと思って、うん、でその前になんかこう手首がね、うん、がすぐ痛くなる
バットを振ったらね、はい、あのすぐ痛くなってたんだけど、それやっぱこう手術したら良くなるっていう、うん、医者の診断もあったんだよ、うん、で すぐ痛くなるんだったらもうその多くの練習もできないし、一回手術してリセットしたらどうやっていう話をしたら絶対嫌だと、うん、いや手術はしたくないと、はい、で奄美大島で監督が、うん、もうとにかく痛くてもやらしてみようと、うん、で痛いって念を上げて自分が手術するっていうふうに決めるのは、うん、それはそれでいいと、うん、いやだけどやらせないうちからでもみんなと同じ練習をこなせないんだったらもうそれ連れていく意味ないし、うん、で豪に話を監督がしたら、うん、いややりきりますと、はい、いうことの約束があったんだよね、うん、そこはだからずっと見ててでバットも1000回振らすんだよ、はい、ティーバッティングで、うん、いろんなティーを作ってて、はい、こう順番に回っていくわけよ。おだから1箇所こう10箇所あって、はい、これをこうぐる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 回っていくわけ。そしたら1000回になるじゃん、はい、一周したら。だからそういうティーを作ってて、うん、まあ例えば、まあ、正面から投げるティーとか、うん、上から落としてそれをこうやって折って打つティーとか、うん、で軽くハーフバッティングとか、うん、もうそういうティーを全部作っておいて、うん、こう回るようにしてたんだけども、やりきったよな。やったんですね、うん、ゴー手首どうやって、いや大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、もうずっと確認をしながらやってたんだけど、うん、まあ、やりきれた。それを乗り越えて手首のことは言わなくなった、ね、あ、そうなんですね、うん、いやだからすごくそれは印象的だったな、うん、最初だから、あの筒香選手入った時線も細いや、それはそうだな、ね、まあまあまあ、そうそう、ね、ただ飛ばす力はね誰よりもあってっていうの、うん、まあ、ことで、うん、まあそういう乗り越えたことも思い出したな、うん、あの優勝には。そうか、あと宮崎選手は、いや宮崎はね入ってきた時に、うん、宮崎は打つだけの選手だからと、はい、打つ方はこれはもう保証済みだと、うん、ただ守りはダメだよと、使うんだったら度胸いるしみたいな、うん、そうかと思ってて、でノック打ってみたら、あ、やっぱりうまくない、うん、試合使ったらよそ見してると。よそ見いやいや、ピッチャーが取って投げたらゲッツーかなと思って、セカンドの方向いたら頭の後ろ、うん、上通ってったら、みたいな、まあそういうことがあったんだよ、前にね、はい、で、やっぱお前ボールから目離しちゃいかんぞとか、うん、まあそういう話もしたことあるんだけども、でも覚えてるのが旭川で、はい、中村のりが怪我をして、で、サードがいないと、じゃあ誰使おうかって、で、守備走塁コーチで、誰使うって、いや誰ですかねって言うから、まあ監督のとこ行って、監督宮崎でいいですかねって言ったら、宮崎守備大丈夫かって言うから、うん、いやもう守備のことは目つぶりましょうと、はい、まあ、とりあえずとにかく打ってくれればいいって、うん、で勝ってたら守備固めで 早く変えましょうと、うんうん、それでいいかって言うから、まあいいですよと、僕は、うん、監督どうですかって言ったら、じゃあもうそれしかないなって、うん、で使ったら旭川でホームランだ、プロより初ホームラン、気合に応えたんですね。応えてくれたな。もうその時から今のバッティングスタイルという、うん、あれ、いやバッティングはね良かった、やっぱりバッティングは良かったんだよ、うん、ただ守備がどうのこうの、まあ、守備も随分成長したしな、うん、上手くなったけども、うん、まあ、そういうことを思い出しながら、うん、で監督が中継してたからね、はい、まあ、それも聞きながら懐かしく、うん、あ、監督良かったなと思ってね、監督が撒いた種が、大きく成長したなと思ってね。そうですよね、うん、まあ、チームをもう本当に引っ張ってくれたしね、うん、あの桑原筒香っていうのがね、まあ、宮崎はちょっとポイントではね、うん、仕事したけども、うん、調子は出なかったけどもね、うん、まあでもいなくちゃ いけない選手だし、はい、感動というよりもなんかほっとしたというかね、ようやく、まあ、なんかね監督の話を聞いてると、うん、ほっとしたかな。それは、三浦監督の話、いやいや中畑さん、中畑監督のね、うん、で、まあ、三浦監督もなんか絶対に勝つなんて言わなかったしね、うん、本当に謙虚に相手をリスペクトして、うん、相手の方が上ですと、ソフトバンクさん、ね、胸を貸してください、うん、そういう姿勢でずっと戦ってたな、あの日本シリーズは。そうそうそう、あの姿勢っていうのがすごく良かったと思う、俺はね。そうか、うん、
だからまあ調子に乗るやついるじゃない。もうもちろんそうですよ ね。で3連勝して横浜帰れますと、うん、で帰った時には決めますと、うん、いやそうじゃなくてまた横浜帰っても、うん、まあ、あの引き続き熱い声援よろしくお願いしますと、はい、勝つなんていうことは一言も言わなかった、うん、でもなんて謙虚さの中に攻め続けた結果があったな。やっぱこう攻め続けなきゃ勝てないっていうのが、うん、やっぱ信念の中にあったのが見えた。それは特にどうしたんですか。それはやっぱ筒香が7回に先頭バッターでヒットで出た時に、うん、福岡でね走塁かな、あの代走かなと思ったところを使わなかったところで最後の最後に、はい、9回に3点を取るんだけども、はい、それで突き放して勝負を決めるんだけど、その時に初めてダイソーを使い出したよね、はい、だからああこれはやっぱ攻めるんだと思って、その時4対0だったんだけど、うん、それでも使わなかったから、はい、うん、だから最後まで攻め続けるというね。そうですよね。それとやっぱり、ね、あの優勝日本一決めた時に、うん、浜口がリリーフに出てきた時に、あの時に代打かバントか、うんうん、浜口に迷ってたと思うんだけど、はい、いやもう攻めるということで佐野を起用して、はい、その佐野がチャンスを広げる形になって、うん、その回に一気に3点ぐらい取ったのかな、うん、あ7点につながったのかな。5回がそうです、ね、そうだな、はい、いやだからもうとにかく攻めていったっていうところが、うん、まあすごく印象的だったよね。だったんですね。しかも相手がソフトバンクで、豊さんがその2012年あのコーチとして就任して、やっぱそのキャンプオープン戦でカブレーラに19本、 それが相手がソフトバンクで、中畑さんはその時にソフトバンクみたいな強いチームを作りたい、うん、あれから12年、その強いソフトバンクをベイスターズを倒したっていうのが、これがまた一つ何かねグッとくるものありますよね。やっぱ中畑監督もそれはなんかね、うん、あの感じてたと思う。あの時の思いが蘇ってきたのかもしれないですよね、うん、中畑さん忘れっぽいからな忘れてるかも忘れてるかも。いやでもあの声が出ないような解説を聞いてると、うん、なんかそれはすごく感じたな。そうでしょうね。あの中畑さん確かあの時インフルエンザからキャンプはそうなの、そう始まって俺がよく隣にいて映らなかった本当ですよね。タミフル飲み上げたからあ、そうなんですね。いやいや本当にあそこから始まって、あのどんなに負けが込んでも中畑さんはいやもう笑顔で頑張っていくんだって、そこに豊さんが隣で多分ね支えて、あの試合の時に いろんなねこともおっしゃったり、時にぶつかることもあったでしょうけれども、まあね、うん、もうちょっと気持ちよくやらせてあげればよかったなと思うところもあるけども、うん、まあでも長さの解説を聞いてると、うん、まあ、本当良かったなと思うしね。そうですよね。あとやっぱこう難波さんがこう映り込んできたけども、うん、あのオーナーは包み込んでくれるな、うん、優しさとなんか大きさと母のようなっていう、うん、そうだね、うん、よかったねっていう、いや本当に、うん、だからもうああいうオーナーはいいな、うん、温かさ本当に、うん、ああいうオーナーの下でやりたかったねいやいやもうね最初はね、うん、やっぱ現場とそのフロントと戦いだったから、うん、やっぱ知らないからね、うん、野球を、うん、でも我々も彼らの立場を理解できる余裕、うん、あのそういう余裕、うん、あの理解できるように時間がなかった、うん、あの理解できるだけのね、うん、だから彼らも戦ってたと思うし、うん、だからお互いがやっぱりよりいい方向はどっちなんだっていうのがね、うん、まあ、分からないようななんか模索をしながらぶつかってたっていうことがあるんで、うん、はい、まあ、今の体制になってすごくいいんだろうな。そうですよね、うん、まあ、ベイスター DeNA になってから12年目で優勝、その前から数えるとやっぱり26年時間が経ってたっていう、まあ、そうだね、うん、豊さんは実際に現役の時はその太陽、全身の太陽ホイールズの頃からやって、はいはい、あの時はやっぱり巨人が一番強くて、はい、太陽がやっぱり弱くて弱いなっていう、そのすごいこうもどかしさというかの中で戦ってこられて、あれから時を経てこう強くなったのを見てこうどうですか、同じユニフォームを着てたて、まあ、でもあの98年の優勝の時っていうのは、うんうん、やっぱ同じ現役のユニフォームをね、うん、着た
あ、まあ、ひよっこたちが、はい、ね、大きくなり、うん、ね、成長し、一番油を乗り切った時、乗った時に、うん、まあ、野村を頭にね、エースとして、はい、で抑えは佐々木、ね、はい、で谷繁がマスクをかぶりみたいな、はい、まあそういうところがあったんで、すごく、まあ、石井拓郎もいたしね、うん、なんかこう弟たちがなんかこう日本一を取ってくれたっていう喜びがあったけども、うん、なんか今回の優勝っていうのはなんか親心みたいな、はい、あ、そういう感じで見れたな。あとは明らかにこうシーズン中とは違うまた成長、この短期間で CS 日本シリーズと成長して強くなったっていう、成長したな、うん、その姿はどんな風に感じてますか。これは全体的に成長したな、うん、で、まあ、球団って言ったらおかしいかもわからんけど、うん、三浦監督も含めて全コーチ、うん、はい、並びにその選手たち、うん、この人たちが全部なんか成長したような、うん、あ、成長していったなっていうねは思うね、うんうん、だからすごく見ていて清々しいというか、はい、なんか本当に一生懸命やってたというかさ、うん、勝ちたいんだなこのチームはっていうのが全面的に出てた、はい、その規約に圧倒されたソフトバンクがいたなっていう感じがしたね、うん、そうですね、うん、もうとにかく押し返さなきゃいかんというね、うん、ソフトバンクもいたと思うし、はい、でもソフトバンクが強ければ強いほど感動が大きくなったな、うん、やっぱソフトバンクはもう鉄板だと、はい、ね、100人聞いたら90人がおそらくソフトバンクが勝つっていうふうに予想した中で、うん、はい、ソフトバンクのその強さっていうのもこの感動を沸き起こした一つであるし、そうですよね、やっぱソフトバンクはやっぱ強いよ、うん、いや王者ですよ、ね、いや王者だと思う、うん、本当に、うん、たまたまね DeNA が勝ったけども、はい、でもその勝ち方も本当になんかこうもらった勝ち方じゃなくて、うん、なんかこう向かっていったというか、はい、もうがむしゃらに向かっていって押しまくったというね、うん、それに圧倒されたという、まあ、そういう優勝だったかなと思うけどね。そうですよね、まあ、豊さんは OB であるからこそ、まあ、シーズンの途中でも厳しいことを口にしたりとか、こういう采配だと難しいよ、こんな守備とか走塁してたら厳しいよっていうふうなことも、ね、おっしゃってましたけど、でも最後の最後に、うん、何かその全ての集大成というか強い、本当シーズン中一番強いベイスターズ見せてくれましたね。やればできるじゃんみたいな、やってよ最初からって、これはシーズン中にそしたら優勝は本当にすると思うよ。だってずっと DeNA は優勝しておかしくないチームだって毎年ここのところ言われてましたよね。優勝できる、ね、来年が楽しみですよね。まあ、あんな試合毎試合やったら体持たないし、まあまあ、ね、多分桑原は上半身と下半身がちぎれると思うよ。もうあれやってた、本当に、うん、いやそのぐらい の, あの気迫でやってたけどもね、うん、まあ、だけど優勝できる力はね、またそのこの経験で選手たちが大きくなったよ、うん、絶対に良かったよ。戸柱選手も本当腐らずに戸柱な、戸柱はね、うん、いつも見てくれてんだよ。あ、そうなんですね。いや本当に一塁ね、もうねかっこよくなっちゃってね、最初滑稽だなとか思ってたんだよ、あいつがやるともう様になってますね。様になってるよな。戸柱選手もね、ずっとやっぱ山本雄大投手がね正捕手っていう中で、まあそうだな、うんうん、まあでも雄大も一生懸命やったし、はい、まあ戸柱がね、はい、やっぱベンチで黙ってなかった、黙ってっていうかぼーっとしてなかったというか、うん、よく研究してたと思うよ、いやいろいろ勉強してたと思うよ、出なかったら出ないなりにな、はい、まあ、石井拓郎もそうだよね、最後に言った言葉っていうのが、はい、ね、あ、森圭斗とか、うん、梶原とかにやっぱ桑原とかね、うん、戸柱とか、うん、ああいう出てない選手の姿を見てて、うん、ね、次たちはお前たちが言えるように、うん、ああいうふうに桑原のように引っ張っていけるような選手にならなきゃダメだと、うん、まあでもいい伝統ができたな一つな、これでそうですよね、うん、でも石井拓郎はやっぱ後輩だし、うん、俺の、はい、石井拓郎がそういう見方をして、うん、そういう言葉にしたっていうのが、うん、また石井拓郎も成長したなと思うよ。そうかね、あの時中畑監督、それから高木ヘッドコーチとかいろんなコーチが思い抱えてたものがようやく何かこうね、その今のコーチ監督に伝わって、それが選手に
伝わって、まあ、そうだな、花になりましたね。花になったな。いや、花になったとなったって言ってもいいと思うよな。もう、だからこれを来年に生かしてほしいな。で、来年はまた例えば渡来選手であったりとか海老名選手、外野は若手も育ちつつ競争が始まるとも思いますし、あと松尾選手、なんかもね、どうするんだっていう、まあ、楽しみでもありますし、ね、まあ、40年に入ってても出れなかった選手、まあ、ファームで見てた選手、やっぱあの舞台に立ちたいと絶対全員が思ったはずだと思うんだよね、出れてない選手は。でレギュラーじゃないものはレギュラーになりたいとか、ね、桑原が MVP になる、ね、やっぱ俺も取ってみたいみたいな、そういうこうなんか夢が膨らむし、これからもこれが伝統になっていくと、本当に毎年強いチームになっていくなという、そうですね、まあ、感じがするな。そうですね、いやね、いつもどこよりも早い、はい、2020例えば5年度の、あの順位予想とかやるじゃないですか、はいはい、ここは楽しみですね、豊さん、セ・リーグの順位予想が。いや、楽しみだそれはもうお前任せてよ。わあ、これいつも新年のね、まあ、まあね、あの恒例行事になってるので、まあね、ちょっと2025年豊さんがどういう順位予想も、はい、まあ、つけるのかも楽しみにしつつ、はい、まずひとまずね、DeNA、ね、ベイスターズの、まあ、本当にちょっとゆっくりしてほしいな。そうですね、まあ、それとやっぱこう若手はね、これにあぐらをかくんではなくて、はい、ね、もう積み上げるものは積み上げていかないと、ね、すぐ置いていかれる世界だからね。そうですね、頑張るように、はい、おめでとうございます。